始めましょう。ナマステ、グッドモーニング、おはようございます。スープルパッド。今日のインタラクティブセッション、22nd インタラクティブセッションに参加していただきありがとうございます。さっきのビデオは、スーリエナマスカールプログラムの51 days スーリエナマスカールプログラムのサムリービデオでした。皆さんも参加していただきありがとうございます。今日のトピックは、What is Yoga? Why is Yoga? なぜ Yoga? というトピックで話します。最初はメインのアナウンスメントやります。その後、アクティビティサムリー、我々はやっていることのちょっとサムリーを皆さんに報告します。Then, メイントピック is Why Yoga? そこで4人の、ヨギたちへのヨギ先生の話を聞いていきましょう。Q&A も一緒に混ざっているので、質問とかあったら、自分も話したいことあったら、途中でも全然大丈夫なので、遠慮なく話してください。So, greetings and announcements. First of all, 個人情報取り扱いポリシーについて、いつも話していることを同じ話してます。簡単に言いますと、レギュラーヨガセッションの毎朝の朝のヨガセッション、and 夜のヨガセッションの我々のヨギの情報とか名前とか、写真とかどこでも公開してません。This is our policy. イベントについての名前とか、写真とかビデオとか普通に、ソーシャルメディアとかに流してます。今のビデオも普通にライブストリーミングしてます。ご了承ください。詳細知りたい方は patanjali.jp プライバシーポリシーを見てください。Same thing in English. Our privacy policy, we normally do not share our regular yogis information.On any social media platform, anywhere, for regular yoga, asana yoga, morning yoga, and evening yoga, or other yoga classes. But for events, for example, this event, or maybe a regular event, monthly event, and Kokusai Yoga, international yoga event, we normally share the, we publicly broadcast to any social media. So please be careful about this.And if you want to know more details, please visit patanjali.jp privacy policy. Hi. And these are our contacts. So if anybody contacts you from Patanjali Japan Foundation, we will contact through these channels. Okay. Hi. Okay. Activity summary. So first of all, monthly interactive session. Maitsuki yattiru interactive session. Kyou wa now 22nd interactive session 22ヶ月間毎月やってます。毎月21日の近い日曜日の10時から11時までやってます。So, とりあえずこの今年のスケジュールをブロックしてください。トピックは変わることもありますので、とりあえずこんな感じで企画をしてます。パンチマハブート。今日は What is Why Yoga? その後パンチマハブート。And then 3 doors, 3 women.たくさんのトピックがあります。So I think next 6 months 次の6ヶ月間のトピックは全部つながっているのでぜひ全部参加すると結構いろんなことがわかると思います。はい。Summary of morning online pranayam yoga special pranayam special yoga session 先月 2月に26 days 参加しました。And we had 85 yogis.Regular yogis, and our target is 100 yogis per day. But right now, まだまだ達成してませんので、21人ですね。平均毎日のヨギ。So, 皆さんも自分の友達、自分の同僚、自分の家族たち、自分の友達、皆さんに招待してください。はい。This program is especially for stress management. 朝のプログラムはストレスマネジメントについてのストレス解消のプログラムになっています。はい。Yes, daily Adi Yogi time. So this is regular yoga which we do evening. 8時から9時までのヨガセッション毎日やってます。So このセッションも100日間達成してます。And we have 一回も休んだことない、一回も遅れたことない。Okay. So this session, especially this session is targeted for people who are having lack of exercise, 運動不足の方、肩こり、腰痛、体の首が痛い、
目が疲れてる、こっち痛い、あっち痛い、痛い、集中、仕事に集中できない、ストレスの方などにフォーカスするプログラムになっています。So, anybody who is having this type of problem, こういう問題がある方、ぜひ参加してみてください。毎週、毎日、毎月4回デモセッションをやってますので、このセッションは4人の先生が、リードしてます。先生、サラ先生、アマン先生、ソハニ先生、楽しい先生、4人で毎日のスケジュールがあって、で、teach you handholding support。毎日1時間やってます。このセッションをそのまま続けて、ヨギたちがちょっと水分が増えていますので、もうちょっと増えたら、他のクラスも、追加していきます。One, we are thinking at 6 p.m.夜の6時から8時、6時から7時までのプログラムを始める予定、企画してます。And 朝11時から12時まで、before lunch time、1時間のプログラムを始める予定です。それ以外も、例えばこの時間があって、この時間の方がいいとか、もしあれば、ぜひ教えてもらえれば、その時間に企画して、毎日のプログラムをやる予定になります。はい。And we have yogi card also. Yogi card, so 毎月何を帯yogiか、それを把握して、ちゃんとカウンセリングをしてます。はい。So, yes, our teachers are certified by、Ministry of Ayush or equivalent. So, インドの政府がやっと、ヨーグの資格を標準化しました。So, we have 8 types of certification.8個のタイプの種類のサーティフィケーションがあります。5 certification for education, 講師用の certificate 5, and therapist type は3 certificate. So, starting from yoga volunteer, then yoga protocol instructor, wellness, then teacher and evaluator, then yoga master. それぞれの、資格が、インドの政府が資格を資格を提供しています。その資格を取るために、筆記試験と実技試験、2つあります。And 今、本当は今、インドしかないんですけど、インド以外は日本でもやってます。So、日本でこの資格を取りたい方は、試験を受けたい方は、下に書いている一般社団法人、全日本ヨガ検定協会にご連絡ください。ここも2ヶ月に1回、試験をやってます。ここヨガプロトコールインストラクターの試験を受けることになります。So, when you have this, ここで試験を受けて、サーティフィケート資格はインドの政府から、インドのAyush、Ministry of Ayushから資格をもらうことになります。はい。次の試験は5月7日。5月7日 and 5月8日にあります。So, our teachers are, 我々のパタンジェリジャパンファウンデーションの teachers は、この資格を持っているか、それともイクエルトです。資格の先生に、先生です。はい。もし、これからヨガボランティア、一番下に書いているヨガボランティア、36 hours の、勉強を我々で、企画して、教えることにしますので、もし興味があったら、ぜひ、ご連絡ください。そこに、プラクティカルエクザーメン、actual knowledge 知識のものと、あと最後はテストを受けます。テストを受けて、その後同じ Ministry of Ayush からこのサーティフィケットをもらうことになります。この資格はヨガの先生じゃなくてヨガの知識があるという証明になります。はい、OK。So let's hear voice of yogi from one of our yogi who attend evening yoga.I want to take the chance and say thank you to all my instructors and especially Aman Sensei, because at the moment I joined the class, I wasn't really expecting I'd like it so much, and I had no idea what to expect. But 6 months down the line, I feel how my entire body has changed and also my mind with it, right? I feel so much stronger. I had a lot of pains here and there because of lack of activity, and now my knees are a lot stronger, my back and my arms are a lot stronger. I can do many things just naturally, easier,
And all in all, I smile a lot more and I feel happy and content and my anxiety levels have gone down. So I really, really appreciate the rhythm of the classes, the fact that we increasingly do more and more difficult exercises, because that pushes me every day and I'm really happy to do that. It hurts in the moment, but in the end, it feels like I've accomplished a lot. So thank you so much. Hi, arigatou gozaimasu. Thank you very much, Alex. Anybody, 誰か簡単な通訳できますかね？ Basically, 我々先言った話ですね。をそのまま英語で言ったと思いますけど、So this session is.Mainly led by Aman Sensei and Sakita, Sara Sensei and Suhani Sensei, Ranashi Sensei and Aman Sensei. Everyone lead this session evening time. So Aman Sensei, 今ここにいると思いますけど、Aman Sensei ちょっとご挨拶お願いしていいですか ？Aman Sensei, can you please say some words? はい。はじめまして。私の名前は Aman です。23歳のインド人です。私はヨガ講師を知っています。ホームタウンはリシケイスです。そこでヨガを練習しました。私の趣味は毎日ヨガをしたり、旅行をしたり、ご飯を食ったり、アニメを見たりします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。Japanese of Aman Sensei Japanese also 良くなってますね前よりすごいですねありがとうございます Thank you So he's Aman Sensei 若い洋服の先生です So 興味ある方はぜひ evening のセッションを参加してみてくださいはい So let's go to the main topic from now onwards We have our panel discussion We haveBalaji is green belt yogi, Adi yogi type, and then Noraji, who is white belt yogi, and then Sara sensei is here, Ranashi sensei will join later. Hi. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Okay, so from now onwards, I would like to share yoga no nitsuite skoshi jibun kara chotto hanashi wo sasete itadakimasu.その後、パネルディスカッションに入りたいと思います。So, first question is, what is yoga and why is it important? Basically, なぜ、ヨガ何ですかなぜ必要ですかという質問をよく聞かれてますけど、で、それでちょっと少し考えたんですけど、I always share this slide, いつもこのスライドをシェアしてますけど、So, yoga is to unite. Basically, インドでヨガ、ヒンディ語で、or maybe Sanskrit 語で、ヨーグ、数学でもよく使っているのは、ヨーグ means to join. For example, ニ、タスニ is four. It's like ヨーグ of ニ and ニ、two and two is four. So ヨーグ is used as a to unite. So this is ヨーグ. And 今のイメージだと、ヨーグ means to do some pose, but actually the meaning, the real meaning of ヨーグ is to unite. Now, what do we unite?So we have this body and we have this mind and we are in this body. We are using this body as a soul, we can say. So when we unite all these things, our body, mind, ourself, which we call it soul, then that union is yoga, basically. That is the union, that is to unite. Now we have different definitions.人によってたくさんの定義があります。全部英語で書いてますけど、スクリーンショットとっても大事ですね。So many people define yoga with their own experience or own, own way, own 言葉、自分の言葉、自分の経験、自分の、考え方で yoga の definition 定義をしてます。Now, the important thing is yoga.No definition を説明するのは難しい。It's very difficult. But it's easier to experience yoga. それをヨーグを
経験するのが、より簡単だと思ってますね。みんなにこう説明するより経験した方がいいと思ってます。That is easier. And what I feel, 自分が考えていることの中に、It's a sadhana. Sadhana means holistic discipline. 日本の武道と同じように、武道is the 道、茶道、剣道、柔道、空手道、道 is a 道。It's a path. We move towards that path. So that is the holistic discipline. That is sadhana. And this sadhana integrates our body and mind. And it creates a perfect balance.毎日の、変化、大きな変化があって、その変化とかあっても、we have a perfect balance. Maybe balance of working and、lifestyle, balance of family, balance of other things とか。That, then we have that perfect balance. That state is yoga. So,、that state is yoga and also the sadhana, this,道、this 道、その道に歩くのがヨガです。So this is what I feel.、this is my definition, which I experience. なので皆さんも自分のエクスペリエンスで自分の定義にしてください。いろんな人がいろんな、流派とか、この流派、この流派、流派、そうじゃなくて自分がこういうのを経験してます。And all definitions are right. 全部の定義は正しいと思ってます。Okay. Because some people fight. これはこれじゃなくて、これがヨガです。これじゃなくて、これ。No, everything is yoga. Okay. Now, according to, we have so many paths of you. But、we have six recognized paths. これ以外のパーもあります。Path means 道、やり方。So we have one goal. But、そのゴールに行くために道が別々だ。例えば山登りするときに、目的は一緒だけど別々のやり方、別々のパースで、上級とか中級とかそういうパースでいけるんですけど、But the goal is same. So we have Jnana Yoga, then we have Bhakti Yoga, then we have Karma Yoga, Raj Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga. これ以外もあります。Okay, so それ以外もここに書いてないんですけど、But we have six main paths which normally people follow. So these are the path of yoga. Then,Same thing. このものをそのまま書いたんですけど、そのもっと細かいものですけど、ギャンヨーグ、バクティヨーグ、カルミヨーグ、ラージヨーグ、アティヨーグ、マントリヨーグ。Now, interesting thing is, この中に、このハティヨーグの basic steps の中に、アーサン and ディハン。So, this アーサン is equal to ヨーグ。よく言われてるヨガ。ヨガ、よく言われてる。ヨガはグローバルマーケットで、このアーサン、ポーズはヨーグ。ヨガとして、人気になってます。そういうふうに広がってます。なので、綺麗な女性が、シュッとしてる、こう、スリム、痩せてる女性が、ブランドの服を着て、ヨガマット持って、エネルギードリンク持って、高級のスポーツとして広がっちゃってますけど、But this is only a part of yoga. Of course, that is important, but that is not the goal.それは目的ではなくて、それも一つの大事なものがあります。So, asana is not equal to yoga, but asana is one of the part of yoga. 最近、this, mindfulness も始まってるんですね。Mindfulness、ディハーナは mindfulness として扱ってます。Yes. Now, aim and purpose of yoga. As I said, goal, we have a goal of the yoga. But this physical health, then mental health, and then spiritual health,These are the side benefits of yoga. Side yoga, kusri na side effect, yoga yuvarte maskedo, but side benefit. So of course, when we practice yogic lifestyle, we will be healthy physically, mentally, and spiritually, but these are only the side benefits. But the goal of yoga is something different, is go away from this suffering from the life, or,go out of this apujunkangara anareru. That is the main goal of the yoga. Okay. So that will be all from my side. Very simple definition of yoga. What I think, what I studied from different texts also, I
experienced by myself. Now I would like to ask our panelists, starting from Balaji. Balaji and Sara Sensei. So starting from Balaji, so what do you think about yoga? What is yoga and how do you think the importance of yoga? はい、お願いします。はい、はじめまして、バラジです。そうですね、今まで、まあ、何というかな、ヨーガというのは、まず、アシト先生が、まあ、言われた通りに、ヨーガという言葉から、もともとから、出てきた、コンセプトです。で、自分に対しては、まあ、何というかな、自分の体と自分の環境の一体感というか、バランスがより良い、より良くできる方法というか、まあ、そういうふうに考えてますね。で、そういうバランスが崩しちゃうと、まあ、ちょっと、まあ、なんというかな、悪影響とか、まあ、出てくるかなと思います。まあ、その良いバランスが できるようによって、まあ、健康も良くなるし、まあ、なんていうかな、メンタルヘルスというか、まあ、それも良くなるし、まあ、それが、まあ、一つの効果というか、また、他に言うと、そうですね、ストレスとか、まあ、ストレス解消というか、まあ、それもできるんですね。そういうふうに考えています。Okay, okay, okay. So basically for a normalHealthy lifestyle, yoga is important to you, isn't it? はい。ありがとうございます。What do you think about, Sara sensei, what do you think about yoga as a yoga sensei? Yoga の先生としてはどういう、what is your thinking? はい。結構はじめまして、三山Sara と申します。はい。それでは今日集まりいただいてありがとうございます。で、今日のそのトピックっていうのはすごく壮大で、私自身もすごく悩んでしまって、まあ、いろんな今までの学びとか経典とかすごくまとめて一番考えたことはやっぱりユニティですよね。ユージュ、ヨーグ。ヨーガは、牛の古代のくびき、牛と牛を結びつけるくびきをのことを、まあ、ユージュって言って、それがヨーグ。で、ヨーグっていうのはやっぱり結びつけるっていうことで、それも競技の意味と講義の意味でいろいろあるんですけれども、まあユニオン、結合ですよね。で、そのユニオンをブリンギングトギャザー、ユニオンをブリンギングトギャザーします。そしてコンテンプション、それを熟知してヨガの知識をたくさんたくさん学んだ上にそこの境地に至るっていうことで、そこにオブゾープション、没頭していくっていうことで、生き方すべてがヨガになっていくっていうことで、狭い意味でいくと自分の心と体と、あとはスピリチュアリティですね、魂を結びつけていくっていうことになっていくんですけれども、講義の意味で考えていくと、まあ、自分を小宇宙として捉えて、すべての細胞とか臓器とか頭の脳の動き、心の動き、全部がバランスですね。先ほどバラジさんが言ってバランスをとって奇跡的に私たちって存在していますよね。それは小宇宙とも言えて、で、そこからまた広がっていくと、私たちはこの広い宇宙空間の中に奇跡的に存在している、その宇宙空間もバランスをとって、もう全てが奇跡的に存在していて、私たちは地球が存在して、大気が存在して、神羅万象と植物とか動物とか、私たち一人一人が役割を持って生きているっていうことで、その辺のユニティを感じていくことっていうことになっていきますね。で、結局本当にもうたくさん考えたんですけども、やっぱりユニティですね。一人一人がユニティを求めていく、ユニティを本当の私、Who am I? 私らしさをどんどんとどんどんと、ヨガってこう、ヨガ、チッタ、ブリッティ、ニローダハ、この心の科学であるんですよね。で、私たちって自分大好きじゃないですか。だからその私自身について深く、このちっぽけな考え、私がまあ30何年間生きてきた小さな考えにとどまらずに、そのヨガの教えを学ぶことによって心のレイヤーがだん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 剥がれてきて、そして最後に映し出すもの、
にとどまれることができたならば、それがヨガのゴールになる。でそのためにいろいろと学んでいくことがすごく大きいことだと思います。これちょっと抽象的。でも私が一番ユニティで一番ありがたいなって思ってるのは、人との結びつきですね。ヨガを通してこう自分自身をたくさん磨いて、なんかこう人間的に成長していきたいっていう方々とのつながり、奇跡的につながった人たちとの関係がすごく私は今ありがたいと思ってます。はい。はい、yes, you're right. Yoga Chitta Vritti Nirodha. So this was by this sutra by Maharshi Patanjali. So このセッションは今このままいろんな質問を集めて続けますけど、もし、パーティシペンス参加者の中からも、何か質問とかもしあれば、ぜひ途中でも大丈夫なので、ぜひ聞いてください。チャットでも大丈夫です。And マイクで話しても大丈夫です。So, can we share next slide? So next question we received about when is the best season?To start yoga practice. So as we said, yoga no naka ni we have asana mo arimasu. We have, if we talk about Patanjali Yoga Sutra, Patanjali Yoga Sutra niyoru to, we have yama, we have niyama, then we have asana, asana, pranayama, dharana, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, then samadhi. Purava yatsuno bubun wa atte,also called Ashtanga Yoga, and それぞれが step としてもあります。So we got this question, what is the best season to start yoga? So I would like to answer this question, that best season to start yoga is Haru. Haru and Aki, because that season is the best climate for starting new things. That is why it's a...昔からもう新しい年が始まること、始まるのはやっぱり春ですね。春は新しい新年、新年、ファイナンシャルイヤーとかを、we start from 春。So 春 is the best season to start yogic practice. And what is yogic practice? That we said, this asana, then we have pranayama, then we move towards pratyahara, dharana, dhyana. Hi.So let's go to the next question, which is also connected with this one. But what is the best timing to practice yoga? What is the best timing? So I would like to ask Noraji here, please, as a yogic yoga practitioner, yogi toshite, dono jikan ga ichiban ii to omotte masu ka? Hai. Hajimemashite, yoga wo...プラクティシナー練習しています、ノラと申します、はい、ヨガは、2012年から、ずっと練習してきて、そうですね、一番、私個人にとっては一番、便利な時間としては朝、お手洗いとかに行ってから、朝ごはんを食べる前に練習することになりますが、ヨガ研修に行って、先生から聞いたのは、まあそうですね、朝そのデイとナイトの、会う時例えば、日の出 の、の頃とか、サンセットの時ですね、その、まあ、一番そうですね、ユニバースの中でも、一番静かな、時期で、それが一番そうですね、効果的に、練習できる、タイミングになると思います。私も、例えば朝だと、早ければ早ほど、特に瞑想、朝の後で、瞑想に入るのが、朝早ければ早いほど
入りやすいとは自分で感じてますと、またはそうですね、仕事が終わったその、終わる前少し5時とか6時にちょっと朝この時は、大量入れ礼拝ではなく、月門の礼拝を、やればすごく、穏やかにか、一日を終わるようにできています。はい、we heard about the moon salutation. How do you say moon salutation? 太陽礼拝園 This is 月礼拝。お月礼拝ですか？I'm not sure about Japanese. okay. Well, so how many steps are there in moon salutation? 月礼拝って言いますね。月礼拝、okay. How many steps are there? 何個だっけ？こうやってやってこう。そうですね。あと、sideways。No, はい。Okay. なるほど。I never tried moon salutation actually. まあ新しい結構新しくできたものですね。はい。So maybe we can practice this 月礼拝 evening session. Evening session でいつかやってください。ドキドキやってます。まあやってます。OK. 私も参加したいです。Next time I will also join. そうですね。It helps calming the mind.Yeah. Okay. So you said when day and night meet, so that is the best time of practice yoga. So that is Sandhya Kal, right? Sandhya Kal in morning time and evening time. Mm. So for example, these days Sandhya Kal people are this lifestyle, manasthiki no lifestyle. Mm-hmm. Sandhya Kal de deki nai koto mo arimasu kedo. Sono toki wa itsu.When do you recommend people to practice yoga as a yoga practitioner? So let's ask Balaji, what do you think about it? When? You mean when do we practice? Yes. Means Sandhya Kal we cannot do, for example. Sono bhai wa itsu yarimasu ka? まあそうですね。なんというかな。一番効果的だと、まあ、一番朝ですね。でも、まあ、それがやっぱりできないと、まあ、できるだけ、まあ、遅い時間でも夕方、まあ、やった方が良いかなと思ってます。まあ、もし、まあ、1日1回だけ、まあ、できるだけやれば良い効果もできて、まず体も整って、また何ていうかな、3つのステップありますね。ヨガと深呼吸とまた瞑想。まあそれで体のバランスとマインドのバランス両方できるというか、まあそれで良いかなと思います。Okay. Got it. Okay, ありがとうございます。So let's go to the next question, which is for again Balaji. I want to ask, how can yoga?Improve the concentration and productivity. Again, yoga, when I say yoga, that includes asana, pranayama, dhyana, everything. So how do, according to your own experience, 自分の経験で、仕事上どんな感じで生産性が上がってるか、集中力が上がってるか、その経験をちょっと教えて、ください。はい。そうですね。コンセントレーションですね。まあ、それを、まあ、なんていうか、有力向上するか。まあ、そのために、一番、まあ、できる方法というか、瞑想です。でも、ただ単に瞑想だけすることは、まあ、かなり難しいですね。まあ、例えば、まあ、10分以上、まあ、座ったまま、まあ、できるかというと、まあ、私ができないです。10分以上。でも、なんていうかな。それを、まあ、するために なぜそれができないかというと、まず体の準備ができてないです。うん、そのためにヨガが、なんていうかな、いろんなポーズというか、アサナというか、まあ、それが大事になるんですね。
それ体の準備整って、その後深呼吸をして、また深呼吸の後、そうですね、瞑想すれば、それがより良いコンセントレーションというか、まあ、集中力ができるかなと思います。So, when you were doing, actually, when you were practicing yoga, I think you said 2 years back, 2年前ヨガ毎日やってて、その後やってなかった時期があった。今またやり始めた感じですね。はいはい。So, what was the difference? やってた時とやってない時と今またやり始めてる時、どういう変化感じてますか？はい。そうですね。なんていうかな。ギャップがあるときに、結構、なんていうかな、だるいというか、そういう感じが多かったんですね。まあ、またやり始めたときに、またアクティブになって、そのサイクルができると、もっとアクティブになることができますね。それが、用意、一番いいポイントというかなと思います。Okay, okay, okay. ありがとうございます。Thank you. Thank you very much. So let's go to next question. Again, また参加者の方も本当に自分が聞きたいこともしあればぜひ聞いてください。この機会は結構いい機会だと思ってます。Because we have yoga, yoga の先生もいます。yoga の practitioner もいます。ぜひ直接聞いても大丈夫。ぜひ聞いてください。So yes, we have this question is very important. We got this question. I think this question is.One more question, 次の question also, next question also. Together, I want to ask together, two questions together. How to become regular in yoga practice, that is number one. And next is how to motivate yourself to practice daily. These two things. So first, I would like to ask Sana Sensei, how to become regular in yoga practice? どうやってレギュラーになりますか？What is the technique about that? はい、はい、いいですか？大丈夫ですか？聞こえてます？ Yes. はい、Yes. こちらの私も意味もすごく広く捉えられるので、どういう質問かというと、そのヨガのアーサナっていうポーズだけじゃなくて、ヨガをこう全体的にどうやって日常で生かしていくかっていうことはどうやってやりますかっていうことですね。それは私はもう本当に根本に帰っていって、じゃああなたはなんでヨガをやりたいんですかっていうことを自分に問いていくことだと思うんですよね。じゃあ例えばヨガってその効能 である部分で、まあ、体が痩せる、肌が美しくなる、じゃあ病気が軽減される、病気を防ぐことができる、じゃあそれって全てどうしてそうなりたいんですかって言ったら、じゃあ例えば私はたくさん最近ストレスで食べてしまって太っているから、じゃあこのお腹の肉をなくしたい、なんでですか、それはじゃあこれがあるから自分は不足感、自分は完璧じゃないというセンスがある、私は満ち足りていなくてなんかマイナスであるっていう不足感を感じていて、それを満たしたい、幸せになりたいっていう行動で、じゃあなんでそうやりたいんだろう、じゃあなんで痩せたいのって言ったら、じゃあ例えば、まあ、仕事で集中、もっと集中したりとか、自分に自信をつけたい、なぜですか、したら結局社会的にみんなの役に立ちたいからって、こうどん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 突き詰めていくと、やっぱり結局幸せになりたいからヨガをやりたいっていうことになっていくんですよね。で、結局ヨガっていうのは Who am I? 私ってなんだろうって、どん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 ヨガの業法を通して、まずは自分を観察し自分を知っていきます。そして体を、じゃあまずそうやって滞りとか痛みとか、まあ、硬さとかをなくして、体の滞りをなくして栄養とか酸素を滞らせて元気になります。じゃあ元気になったら次は何をするかっていうと、じゃあ心を見つめてみます。ヨガの経典で自分の心とは何かを学んでいきます。ヨガってもう超知的に緻密に、非の打ちどころがなく心を探求している科学なんですよね。私たちの苦しみの原因を解明してくれたりとか、じゃあどういうパターンで苦しさを感じるのか、どういう時に幸せになるのか、じゃあ人間ってどんな幸せを求めているのか、その社会的世界的な役割でまずいろいろ解き明かしてくれていて、そしてその
じゃあ今ヨガスートラで結構言ったので、ウパニシャットのベーダンタのフィロソフィーっていう、ベーダンタの哲学っていう観点から言うと、アルタ、カーマ、ダルマ、モークシャっていう段階があって、うん、そのモークシャっていうので、自分とは何も不足感がない、満ち足りてるプラスの存在であるっていうことにとどまることができるんですよね、最終的に。私たちってそういうのを知って、あ、私こそ全てで、タットバムアーシ、あなたこそそれである、あなたこそ全てですっていうことを言われたって、その固定概念、私との、私って何、この体、この今考えてる好き嫌いの判断、今話している言葉、感情、心、全てをリアリティを持って自分と思ってるんですけども、そのヨガのゴールっていうのは、その自分らしさ、いろいろ解明して、あ、これは自分ではないって、こうクリアに、どん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 心をクリアにしていった先に、一番シーンと静まったところにあるものにとどまることがヨガのゴールになっていくっていうことで、やっぱり行動では幸せにはなれない、限りある行動では幸せになれないっていうことなどをすごく深く解き、でこれちょっと抽象的なんですけども、マズローの心理学みたいに、まずは安全、自分の安全を求める幸せ、例えば、まあ、今の情勢、戦争の真っ只中にいる人は生きることですね、安全安心っていうのがアルタっていう幸せになっていくんですけども、そこを求める行動をしていく、じゃそこが満ち足りて、じゃ戦後の日本みたいな感じ、物質的にも生命の維持が普通にできるような社会になっていった先には、次カーマっていうことですね、次はこう喜び的な五感を満たしたり、美味しいものを食べて、いい匂いを嗅いで、いいものに囲まれて、いい音楽を聴いて、まあ、旅行に行って楽しんだり、そういう五感を満たしたり、知識とか教養を満たしたりする喜びを次は求めていくっていうことになっていくんですけども、でその後に、まあ、それでも刹那的な、過ぎ去っては喜んでは過ぎ去っていくことに見切りをつけた人、あ、これでは常にこう幸せをアップデートしていかなきゃいけないなって気づいて、じゃあそれでは次に限りを見て、じゃあ次は人の社会とか人の役に立ちたいっていうダルマ、自分の役割責任とか言うんですけど、そのダルマの喜びを満たす方に次は人は進んでいくんですね。誰かの悩みを解決する自分の役割、自分はこういう性質があって、こういう役割があって、こういう特技があるから、それを生かして、じゃあちょっとボランティア活動してみたりだとか、そういうことをどん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 やっていくんですよね。でそれでも親なんか満たされない、心の虚しさを感じていて、じゃあそこからどうしたらいいのかっていうのが、まあ、行動じゃなくなっていくっていう、目者っていう、こうゴールに向かっていくらしいんですね。だからそういうことを全部知って、じゃあその一時のこの太っただ痩せただの、それは本当の自分ではないってことになってくる、過ぎ去っていくもの、じゃあそこの一番の幸せになるにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱりその自分を明け渡して、一生懸命に熱意を持ってヨガを練習していくこと、欲を離れて練習していくこと、そして一生懸命こうヨガを勉強して、いろいろな知識を学んでヨガを深めていくこと、すごく大事。そういうのが腑に落ちると、より毎日生き方すべて、そのヨガの幸せな部分を求めていくことがすべてになるんですよね、うん、カルマとニャーナヨガっていう知識と行動のヨガにつながっていく、生き方すべてがオフ、オフザマット、マットから離れてもずっとヨガ的な生き方を求めていくように、こう自然となっていく。で結構やっぱりポーズとかやりたい最初の人は、私そこまで求めてませんとか言って、そこはいいですってなるんですけど、結局ヨガをやっていくと、あ、この静けさを感じて、なんかいろんなことが良いタイミングでこう経験していくんですよね。おや、なんかすごいなっていうのがどん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 こう求めてなくても向こうからやってきて、じゃあちょっと興味を持っていくようになっていくんですよね、そういう知識のようがあって。だから最初は体を不調をどうにかしたいっていうことから始めていいと思います。ただしそのなんか怪しいとかそういうふうな
感情はなんか持たなくていいんじゃないかなっていうふうに思っていて、あの結構自分のその狭いイメージと好き嫌いで判断してこれ良くないと思うんじゃなくって、ちょっとこの5000年も続いてる文化って今ないですよね。江戸時代のこととか戦前のこととか考えても続いてる文化ってあんまりないけれども、こんなにも今見直されていて、みんながすごくそれですすごく軽さを感じ幸せを感じていることってなんだろうっていう、そういう純粋な興味とかでもいいからちょっとずつやっていくと、あすごい面白いなってなっていくと思います。はい、終わりです。そしたら自然とできていく感じだと思います。終わり。最初は体を動かすことですね。 And we, have, we should have some goals that okay we want to be healthy とか、you talked about this Purusharth, this Artha, Kama, Dharma and Moksha. So I personally feel that this concept is very close to the Ikigai concept of Japanese. But in Ikigai concept, we do not have this Moksha. Moksha 以外は多分同じじゃないかと思ってますね。So let me ask Balaji, how do you motivate yourself to practice yoga and including how do you overcome this laziness? Because some people feel lazy of getting up, as Sarah Sensei said, okay, mazuwa karada bokashimasu and this thing, but it's difficult to start this thing. So how do you motivate yourself to practice daily and how to overcome laziness? Balaji, please はい、そうですね。なんていうかな、2、3年前にヨガやってちょっとギャップがあってまたやり始めたんですけど、でもギャップで感じたのはなんていうかな、まず最初の一歩が一番難しいです。 何やろうが、ヨガやろうが、どっち会社作ろうが仕事やろうが、まあどっちでもいいんですけど、まあ、最初の一歩が一番難しいですね。その最初の一歩が踏み切って、まあ、行くことによって自分自身にモチベーションが上がると思ってますね。まずそれ一つと、またヨガで、まあ、一番感じたのは、まあ、一つだと安定感、安定感ですね。まあ、その安定感、まあ、効果が出てきているので、まあ、それで、まあ、もっとやりたい、もっとやりたいと思うんじゃないですか。それが一番、なんていうかな、いいモチベーションになるかなと思います。まあ、人によってはモチベーションが違うと思うんですけど、何を求めているのかという一つの大きなポイントというか、まあ、それをまず考えてほしいです。そのモチベーションがあって、じゃあそれでヨガやりましょうと始めるときに続けることができるかなと思いますね。Right. So 一回やり始めたらまた、まあ、続けやすいということですね。Basically, 続けやすいです。はい、まあ。確かに起きることも辛いですよね。はい、もう朝起きたくないですね。はい、そうですね。So, what do you think, Noraji, how do you think about this laziness part? Well, I think laziness is natural because myself, being very busy, sometimes I just want to sleep. Sleep is bliss. Once you なんか やり始めると、ヨガをやった日とヨガをやらない日の体の違いは感じられますね。はい、血流、ヨガをやる日には血流がすごく良くて、仕事をしても、そうですね、歩いても買い物しても何でもいいんですけれども。もっと、軽い、体の軽いさが感じられます。で、ヨガをやらない日には、やっぱり、寝る前には、体の重さが、感じられますね。あと、柔軟性ですね。
うん、そうですね。はい、そうです、そうです。で、例えば私、昨日は忙しくて、ヨガ、まあ、朝の太陽、礼拝ができなかったんですけども、今日太陽礼拝をやってて、体のストレッチができて、すごく、血流、すごく軽さを感じられました。そうですね。で、あと、はい。そうですね。レイジネス、めんどくさいのことを超えるためには、私にとっては特に、その先日の準備ことが大事だなと思ってます。具体的には、マットを、先日の夜から開けて、その上に、ヨガの、服とか、快適な服とか、プロップス、その、置いてるね。そうですね。はい、置いてる。で、朝を起きてから、あ、これも、あるから、やらないともったいないなと思って、やってますので、はい。それが自然的に、やりたくなると思います。はい。あとは、そうですね。小さな優しい坊主から始めるのも大事かなと思ってます。みんなが、最近ヨガのポーズが、まあ、最近ではなく、流行ってる、よく持ってるヨガのイメージは高級なポーズになってますが、それ、まあ、いきなりそれを、それで始めると、難しすぎ、すぎて、あと、怪我とかも、する、恐れもありますので、怪我が知ってしまったら、やっぱりやらなくなりますよね。から優しいポーズから、毎日5分、まあ第一、まあ、1日目は5分で 2回目は10分とか少し、うん、はい、ちょっとずつ増やすね。そうですね。たら続けやすいと思います。はい、自分がヨガマットに寝てもいいかなと思ってますね、今の話聞いて。寝て朝起きてすぐをヨガやらないかい。そうですね。OK, very good. Sometimes I think personally I do maybe 太陽礼拝 2,3 回ぐらい。あれ、太陽礼拝だけでも結構体活発になりますね。そうですね、はい。私も、うん、sometimes カパルバティかな。カパルバティやるとなんか呼吸が結構深くなる。That also activate the mind と思ってますね。うん、はい。OK, so 時間も結構なってますけど、Let's go to next question, which is very important. The basic rules. So I think Dhanashree Sensei is also here.So let's hear from Dhanashree Sensei the basic rules which needs to be taken care while practicing yoga. So what are the basic rules? So Dhanashree Sensei, are you here? Yes. Yes, yes. Please, onegaishimasu. Namaste. Namaste. Yes, yes. Please put some light about this basic rules for practicing yoga. Yes, sure. Sorry, I'm joining directly from the class. I just finished the class, so you can see my students also. So I have small yogi as well. She can also explain why to practice yoga and everything. Hello, namaste everyone. So basic rules, as we all know, you might have read or heard that. So I'm going to share a little bit more or what helps me more. For practicing yoga daily. So basic rules, of course, shaucha. Shaucha means cleanliness. If you, it's better to go to the toilet. It's better to drink water in the morning after you wake up. It's better to have empty stomach before yoga. So ですね。で、毎朝起きてから朝やるときはですね、特に、もうトイレを済ませていただいて、あと、お湯できれば1杯2杯飲んでいただいて、
できればなるべく何も食べないようにやるということがいつも大切ですけれど、例えば夜のクラスですと、私たち夜のクラスも8時からやっておりまして、夜ですと大体ですね、夜ご飯は大体6時から7時の間私いつも食べていますし、できるだけですね、その私、木曜日なんで、で毎週木曜日はできるだけこう小さいポーション、ちょっと量減らして食べるということで、あと、それが大切かと私が個人的最近思っていまして、で毎朝やるときは絶対、のエムティースタマック、何も食べ物がなしでやった方がいいかと思います。はい、ありがとうございます。I think 朝のちょっと補足、I just 今ちょっと思い出した、はいはい、When we drink water、毎朝こうしゃがんで水を飲んだ方がいいですね。あ、そうですそうですそうです。これもすごくそのマラソンをやりながら水を飲んでいるとすごく消化にもすごくいいし、そうですそうですそうです。It's great for digestion. Yes. Right, right. So what to do is this is 特に便秘の方におすすめです。これ明日からやり始めてください。そうですそうですそうです。Yes, yes. So if you have a dough, copper, dough の何かもしあればそこに水を入れて飲る。And morning, その水 and お湯を入れて、morning 一番最初に drink that water, two glass or three glass, しゃがんで飲む。Then you go to toilet, your whole stomach will be so empty. You will feel so fresh for the whole day, でしょ？でも逆にですね、two glass or three glass は飲んですぐヨガを始め、時に時間のない日もありますよね。なんか7時起きて7時15分やりたい。でも、なんか言われているから水を飲んだりするとお腹痛くなるので、だいたい30分開けておいた方がいいですね。この長いいろいろやりたい時は、もうちょっと早起きで、もうちょっと余裕を持って。Right. そうでないと、right. 私が前 10年前とかすごく焦ってやって、逆にお腹が痛くなってことがありますので、それだけ気をつけてください。 皆さん、はい、right, right. So、はい、皆さん気をつけてください。 Because some people some yogi 毎朝やってる方にもなんか体調悪くなったとか聞いたんですけど、それで実際どうなったか聞くと、トイレ行ってないけどカパルバティやってるとか、and sometimes we do bund also. So when we do that, our energy from bottom to up, it goes 下から上に行くんですよ。そうです。That is why more 便秘になることもある。So 逆にそうですね。うん。こうトイレ済ませていないとき、バンダというとそのロック、息を例えばバーヒャクンバクとアンダルクンバクがありまして、息を外に出してこうずっと。そうするとお腹ぺちゃんこになって、便秘がある方、こう本当にこうそのままですよね。お腹がぺちゃんこになっていて、息がしていないから。だからできればバイヤコンバクとかですね、その時はトイレ済ませてない時は やらない方がいいです。その息を外に出しておくことはやらない方がいいですね。便秘の時。はい。Right, right, right. そうです、そうです。Yes.So that is why 毎朝もあのバンドをやってますけど、but 実際教えてないですね。Because、はい、みんなトイレってるかどうかわからない。そうですそうですそうです。That is why I don't normally teach. 夜は教えてます。夜 is more hand-holding support. はい。Okay. So はい、ありがとうございます。These are very important things. トイレ行くこと andstarting from maybe Sukshma Vyayam and slowly. We already talked, Sara Sensei already talked about this. Noraji also talked about this. So let's go to next one. What is the difference between exercise and yoga? I think Jikan Kiko
もう時間になってますけど、Let's take one or two more questions again.、one is the difference between、exercise and yoga practice. So I would like to ask、Sara Sensei about this.、what do you... Please explain about this thing.はい、じゃあこれ端的に結論から話しますね。でエクササイズとヨガはやっぱりこうヨガっていうのはその背景にすごい大きい哲学があるんですよね。だからポーズをとってる呼吸法やってポーズやってるっていうのは結構単なるエクササイズに過ぎないっていうことになってしまって、結局はそのヨガスートラとかあのベダンタのフィロソフィーとかタトボーダとかバガバットギータとかもう本当に多岐にわたって、私もそこもちゃんと勉強一生でしきれるかはわからないけれども、なんかそこの哲学をしっかりと知ること、自分とは何かをきちんと知っていくことだって、こう例えば心に悩みがあるからヨガをやっているけれども、そうしたらきっと対症療効果はあるけれども、一番の根本原因をきちんと知ることでそこにこうもっと対処できるとか、そういうことになってきて、やっぱりこう運動の狭い部分ではなくってもう生き方も全体になるし、心の科学鍛錬とかそういうことになっていくから、そこが大きい違いだと思いますね。なんかその、うん、痩せて太って筋肉がついて見た目が良くなって、まあ、心が軽くなってっていう効能もすごいあるけれども、そのまずすごく貴重なその知識的な部分をしっかり深めていくっていうことがヨガとエクササイズの本当に違うとこだと思います、うんうんうん、終わり終わりです。はい。Yoga is more of like I would like to add a little bit、here, Ashutosh Sensei. Is that okay? Yes, yes, please. Okay. So, yoga to exercise の私が感じた違いは、ヨガはもともとあの体と心と魂をつなぐという、あの定義がありまして、 so it's defined as something, yoga is defined as something that connects our body, mind and soul. So even if だからなんか痩せたいとかなんか体だけで求めていると、逆にやり始めて何も 1、2、3年間やっても、例えば太っている方が全然痩せないとか、あの例えばあの動きにリミットがあって、例えば怪我しちゃって あまり動かせない、体を動かせないということがあるかもしれないね。そんな方が世の中にいっぱいいます。だからただただ体的な部分でやっていると、なんか残念ながらね、そのマガジンとかで見せられている体のパターンが痩せている方とかすごく綺麗な方とかだけになっちゃっていて、でも 90% が本当に普通に私たちみたいな人間なので、あの痩せてないし、あのいろんなストレスもあるし、毎日起きたくないし、あの本当にね苦しんでいる方も中にいるし、だからヨガは本当にそのそれぞれの方の、あの、体と心と魂をつなげられる方法なので、エクササイズだけには限っていないんですね。だから本当に誰でもやり始めてから、本当にボディから始めますけど、体から始めますけど、だんだんとですね、自然に瞑想に入って、自然に呼吸法ができて、自然にそのポーズが上手くなって、自然に自分にとっての、楽しさ、自分の中の内側の楽しさ、あとありのまま、本当にありのまま、怪我しても、なんかパラリンピックもあの見たんですけど、怪我していてもありのままの自分を認めてやることとか、なんか寝たいときは寝てもいいという、そのありのままの自分を認めてやるとか、そういうなんか心的なですね、無視されている部分もすごく楽になりますね。そうすると人生がだんだんと変わっていく。だから誰でもいつでもどんな時間でやり始めても構いませんというところが違いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。I think yoga is something
何かやってることをもっとよりよくできるための何かあるんじゃないかと思ってますね。We can do、さっき言ったありのままをもっと、how to say, accept, accept it as it is. な感じ、balance. Anyways, so many definitions we have. Okay, so let's go to next one.、this is for、Balaji and Nora.Why yoga instructors are important? なぜヨガ講師が必要ですか ?YouTube ビデオ見ても何か練習とかできるんじゃないですか ?So please answer Balaji, you are already doing under the guidance of yoga teachers. どうぞ先に。私ですね。私そうですね。正直 YouTube ビデオを見て、やってる日もあります。ですが、確かに、そうですね、YouTube ビデオを、見るだけだと自分の、そうですね、ビデオを見て、真似するだけだと自分の実際にアライメント、自分の体に合うのか、YouTube の先生ではこういう、まあ自分YouTube の先生の体と自分の体はやっぱり違いますので、先生がこういう、ポーズにできますけども、自分が、ぴったり同じポーズやっても自分の体 には合わない可能性がありますので、あとはそうですね、真似するだけだと自分の、体の感覚は今、そうですね、集中できるのかは、ちょっと難しい時もありますので、ヨーク先生に、のクラスで、先生が、自分の全体的な体全体的に見てもらって、そうですね、アライメント体のアライメントを、調整してもらう得るのが大事だと思います。あとはそうですね、サラ先生が先ほどおっしゃった通りに、ヨークの中で、アサンだけではなく、ポーズだけではなく、ヨガの哲学、生き方とか考え方も大事ですので、それも、そうですね、アサンやりながら教えてもらえるのが、ヨークの先生。ではないと難しいかなと思います。はい、ありがとうございます。以上です。What about you? What do you think, Balaji? そうですね。まずは、先生と、コミュニケーションできるのは一番大事だと思ってます。なぜかというと、もし何かポーズやるときに、朝のやるときに、もし何かどっか痛いとき、例えば首が痛いとき、そのカウンターポーズというか、やらないといけないんですね。それで先生に言って、そのカウンターポーズも、一番大事かなと思います。あとは、どういうポーズがどういう効果が出るのかという、一応コミュニケーションというか、それが一番大事です。例えば、アーサナやれてるときに甲状腺というか、タイロイドグラン、そこで、何か効果、いい効果ができるんですよっていう、そういう、それをやらないでくださいって、もし見て言えるんじゃないですか。それが一番大事です。YouTube よりは、先生と一コミュニケーションとってやった方が良いかなと思ってます。はい。Anybody want to share anything else about this? Why yoga teacher is important? はい。お願いします。なんか私も自分で実感したの、やっぱり最初ってめんどくさくて、アーサナって結構ハードル高くなっちゃって続けられないっていうことがあるけど、そのヨガをやる場所があることと先生が決まった時間にいることで自分が自動的にできる、なんか自分で結構そのまだ YouTube で自分でできてる人はまだいいとして、まだいい方で、それすらこうできない人ってやっぱそのヨガの場所があって、その決まった時間があって自動的にこう
先生に引っ張られてできるのはすごくいいから、だから私はわざわざ教室に行きますっていう人とかもいて、その先生、あと先生がね好きっていうのとかもあって、うん、その先生と同じ場所をこうアイトゥアイのコミュニケーションと、うん、その先生のエネルギーを感じながらその学ぶっていう、もうね結構先生のこと大好きな人多いんですよね先生の愛が強いっていうか、なんか先生に会いたいし行くっていうこと でその先生が何気なく喋ったことがこう自分の人生にすごい響く瞬間とかがあって、ずいぶん前に習ったことでもすっごく心に残るんですよね。だからその先生の立場としてはやっぱそういう信頼してこう来てくれる生徒さんがすごく愛おしいって、こう低次元の愛おしさじゃなくて、もうこのアナハタの心のチャクラから上の本当になんか幸せを願って一緒に頑張ろうっていう気持ちでやってる先生が多いと思うんで、こう実際に会ってっていうのをやるすごいいいと思います。あとは怪我の防止とか上達が早いっていうのはすごいありますよね。私も最初の高校生の時なんてインターネットも何もなくて、周りにヨガの教室もなくて自己流でやってたけれども、やっぱすごくアライメント違ったんだなとか、そういうのは自分ではなかなか気づけない部分とかを導いてくれる存在ですので、すごくいいと思います。はい、また他にもいっぱいあるけど、まあいいです。In Bharatiya philosophy also Bharatiya文化的も、インドの文化的も、グルーシッシャープランパラがありますね。So, グルー will teach the disciple, the シッシャー一緒にいるところで、導いてくれる。So, that is the whole concept of Indian education. 教育的も同じ感じですね。So, ありがとうございます。Thank you very much.So I think 時間は結構なってますので、もうこれで終わらしたいと思ってますけど、but we still have two more questions. I think we can take one question. もう一個入れてもいいですかね。About 花粉症。花粉症について、we got many questions actually. たくさんの人から聞いた質問。We'll put it here. I'd like to ask Ranashri Sensei, what do you think about how yoga...can help in 花粉症。ありがとうございます。次にラストクエスチョンね。もし他誰か喋りたい方いればぜひ喋ってください。はい、お願いします。はい。How can you help in stress related problems もありましたね。あ、なるほど。はい、yes, yes, so, yes, please, 一緒に混ぜて大丈夫です。あ、はいはい、ありがとうございます。そうですね、まあ、花粉とストレスというと花粉がになってからストレスが 高くなるとか、ストレスだから花粉症、本当にそれも関係があると思いますね。だから花粉症に、よってはネティというアーユルヴェーダの中のすごくいい方法がありまして、なんかネティのこう小さいこう、ベッセルがあって、この鼻からですね、水を入れて逆方の鼻から水を流すという方向がありまして、ネティと言われています。それがすごくいいですね、花粉症のため。で、その溜まった花粉とか溜まったポリューションを、ポリングリーンズを、自然にというか、水の力で出していく、このキャノルを。あと、プラナヤムがすごくいいですね、花粉症のため。もちろん、カパルバティもすごくいいし、パスティリカかな?もう、なんか、息を吸って、例えば息を吸って、全部吐いて、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 で、バンダを作るね。お腹ぺっちゃんこしながら、バンダ作って、で、ホールド、キープできなくなったら、自然に息を吸い込みます。そういうパターンで、3回くらいかな。3回くらい、時間あることによって3回から5回くらいやっていくと、その朝の、アシュトシ先生も教えていますよね。朝の時々、マスティック。はい。その方法が多分花粉
特にその息を一気に吐いて少しだけ、そのバイアクンバ息を吐いたまま少しだけキープするというところが多分すごくいいと思いますね、花粉症のため。あとストレスについて言うと、私にとってはヨガよりいい方法はそのメンタル、エモーショナルのためはないと思いますね。なんか他のエクササイズ、また前に戻っちゃうけど、本当に体だけに集中してしまって、特になんか前の先生の言葉がすごくなんか私ずっと覚えていて、特に夜ですね、寝たなんか横になった後の自分が本当の自分だから、その時はすごくこうわーっといろんな考えとかメンタルストレスとかに出会えるんじゃないですか。あとネガティブというラベルされているエモーションですね。例えば人の前でこうしちゃダメとか泣いちゃダメとか、叫ぶ声とか出しちゃダメとか、まあもちろん泣いて叫んで外には行かない、社会には行かないと思うんですけど、逆にそのストレスがたまる原因は本当の自分を認めていないからかと思うんですけどね。まあどんなに幸せであっても幸せを見せると、あと本当に幸せであるかどうかをその自分の、私、まあ、個人的で言うと、最近お父さんが亡くなったことがあって1ヶ月前ですね、だからずっとこう幸せを見せるよりはなんか本当にこう落ち込む時もあって、本当に今日は何もできないというところもあって、その時は何をするかというと瞑想。瞑想ほど素晴らしいことはヨガの中で教えられていて、なんか本当に科学的に全部この知識がそのヨギが教われていて、なんかその知識を使うだけで、まあ、人間としてのその人間さですねを持ちながら頑張らなくていい、なんか言葉で言うだけではなく本当に頑張らなくていいという、なんか自分が自分の子供になって慰められますね、自分に。なんか本当にこう大人からあんまり無視しているんじゃないんですか、私たち。なんか痛みがあっても仕事に行かなければならないとか、本当に気持ちが悪くても人の前こう何も言えないとか、部長とかの前とか、いろんな毎日の経験あるんじゃないんですか。だからそのストレス、一日一日ヨガやっていると、その日のストレスがその日で流されてしまって、すごく人生がすごく楽になった。この10年間見ているけど、なんか人が怒っていても、前に怒っていても、その人のエネルギーだから、しょうがないかと思って見ているだけということになって、たこともありますね、私が。だから本当にこう自分の中がソフト、そのすごく柔らかい気持ちがずっとあって、すごくピースフル、ずっとその静けさがあると、外はどうでもいいというと、いい意味でどうでもいいですね。自分だけがコントロールできるので、外はコントロールできないから、その静けさがあるとすごく見守って、自分を見守っている方だけが他の人に優しくできると思うんで、それかと思います。 I agree, completely agree with that actually. 賛成してます。 So, 外側の変化で内側の何も影響がないという状態ですよね。So I can correlate with my own life. そこバラジオどう思いますか？ですね、会社で。はい。なんていうかな、一つ最近のエピソードなんですけど、ちょっとシェアしたいなと思ってます。そうですね、特にストレスで、
そう、最近、まあ、1週間か2週間前にブレムリープラナイマーやったんですよ。で、やって、まあ、瞑想して、まあ、ヨガクラスが終わったんですね。終わった途端に、目から結構涙が溢れてきたんです。自分、悲しいと言ったら悲しいではないです。感じたのは。でも、なんていうかな、体からなんかストレス解消の一つの方法かなと思って、じゃあ、まあ、それで、まあ、いいんじゃないかと思って、思ったんですね。でも、そういう、なんていうか、変化というか、まず私も初めて感じて、まあ、ビビりました。OK。素晴らしいエピソードでシェアしてくれてありがとうございます、バラジさん。はい、ありがとうございます。ビビらないでください。This is normal. I heard people, some people do that Vipassana, right? Yes, I have seen Vipassana. 2回行ったことありますね、Vipassana。 2回ね。So, they only do meditation, they sit and we can talk. Vipassana は10日間は何も、沈黙瞑想、何も話さない、で、スクリーン見ない、あと、ウォレットとかお金も全部出して何も話さない10日間、2回行ったことあり、その時そういうエピソードよくありますね。なんか何にもない自分は、がいると、こう無視されている考えとか全部こう目の前に。So it's like bringing the unnecessary, unwanted, that we were pretending to be. So all those things come, bringing all those things into the light of consciousness. で意識してその自分のいらないと思っていたものが目こう前に持ってくる。だから自分が自分の前に座っているような不思議な感じがありまして。その時もすごくなんかパワフルな瞑想法ですね、これも。だからこういう、ビビリがよく、なんか自然にこう涙が出るとか、何もないけど涙が出てしまうとか。でもそれが人間らしさですよね。Yes, ありがとうございます。One person in my company also, he was facing a lot of harassment, power harassment とか、その人もメンタルのやられて、and he went to this Vipassana in Chiba. I see. So, came back, he said, life is so good. He was completely changed, man. なんか360度変わりますね。あ、でも。Yes, yes, yes.一個言いたいんですけど、結構ね、うつ病の人は瞑想はちょっとしない方がいい、慎重にした方がいいって言われてて、ちょっとね、反数思考でネガティビティが増幅させられて、バーユって言って、こうバーユのエネルギーって言って、風のエネルギーが頭にいっちゃってる人が多くて、もうそこは脳のパターンがもう変わっちゃってるから、自分ではコントロールできないぐらいまでこうネガティブなマインドに自分がこう鬱ってもうコントロールできない、もう体を最終的に守るシステムが鬱なんですよね。うつ病の時って免疫がすっごく弱まってしまってるからあっちゃこっちゃ出かけたら病気にすごいやられてしまって死に結びついてしまうから、もう体が最終的なスイッチとしてバンって切るんですよね。だからちょっと鬱すぎる人って瞑想はちょっと気をつけなければいけないっていうふうにはちょっと覚えてた方がいいと思います。大丈夫ぐらいその自分を客観視できてて、あ、自分ちょっとやばいなと思って、じゃあちょっと改善したいからじゃあ瞑想行こうぐらいな感じとか、普段ヨガやってる人とかだったらまだいいけれども、急にちょっとすごく鬱っぽいから瞑想しようとかはちょっと気をつけなければいけないと思う。特にトリートメントですね、体みたいにメンタルボディもヨガにありますね。なんか、フィジカル、メンタル、エモーショナル、スピリチュアルというボディーズがありますよね、ヨガは。だから体みたいにメンタルボディ、メンタルの体を、まあ、ありまして、体
なんかヨガ先生もいつも私たちヨガ先生としてもいつもアドバイスしていますね。体にトリートメントされている方のお医者さんの方に行っている方、痛みがある方、まずお医者さんと相談してから。だからメンタルも同じくですね、特にうつ病という判断があって、うつ病にそういう方がね、いつもお医者さんと相談してから、特にこういう長い、あれですね、瞑想法とか。それはおすすめしません、はい。はい。いつもお医者さん。はい。だから、あくまでもヨガの先生はヨガだけを教えられていて、特にうつ病とか痛みとか、なんか病気がある方、多分前も相談しているかと思うんですけど、私、遅くなって。気をつけてくださいね。はい、ありがとうございますね。やっぱ予防になりますね。その心の科学だから、ストレスって、その私これ一応話す予定だったから準備したんですけど、そのストレスってなんで起きるんだろうっていうことをヨガを通しての心の科学で知って、ストレスファクターってなんだろう、ストレスの原因、私はどう反応して、そしてストレスが起きるってこう解き明かしていくと、それを知ってることによってストレスに強くなる。私今こういうことが起きてるから反応して、心の目でこうこれを嫌に捉えてるから心がストレスを感じてるんだって分かるっていう、そういう知識というか、そういうそのヨガの知識をもとに日常を過ごしてると、それがこう客観視できるようになって、ストレスがなくなっていく、なくなるっていうか小さくできる。ストレスはあるけれども、それに対応する自分の心の持ちようですね、を変えていくことができることになるから、そこの好き嫌い、無意識の私、このストレスにフェイシング、じゃあ向き合いました、何か起きました、それを無意識に好き嫌いと判断しちゃっていて、そこからこう体に反応が起きてっていうストレスとかをこうヨガは教えてくれるので、私はそういうの知ってよかったなって思いますね。うん、だからそういうふうに対処したらいいと思います。はい、ありがとうございます。So I think we have もう結構1時間半になってる感じですね。 Let's go towards the closing now. One last thing which I wanted to share about stress relief、書くことも結構ストレス解消にいいですね。何か書く、just write something on the paper and just 書いて破って押してるとか、that is also good thing to for stress manage, stress relieving basically, and 散歩とかやる、these things are very good、一般的に we can do it 日常生活に、and、morning 毎朝やってるやつもカバルバッティアのロンビロン。These things are quite good for stress management, stress relief, you can say. And meditation, don't go directly towards meditation. Go talk to Yog Sensei. Maybe you can talk to Nanashi Sensei, Sara Sensei, Swan Sensei. How to relieve stress in your daily life. Okay. Tonikaku, if you are in utsubyo, better to move your body.Rather than going towards the meditation directly. Hi. Okay, let's go towards the closing right now. Sorry for becoming so extended this session. I don't know. We were like in the flow. We were talking. Narika Shitsmon, Narika Arimaska. Nakereba closing ni ikitai to motte masu kedo.ありますか? Okay, so let's go towards the closing of today's session. I hope I learned a lot today. Thank you so much. ありがとうございます。Thank you. Thank you, Junko-san. Thank you very much. So finally, this is the slide. What I wanted to say is there are so many words in the current market andIt will come, new words will come, 新しい言葉どん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 出てくると思いますけど、but can you click one more? These are the fruits, what we see,
But can you click one next? yes. So the Nekko, we can say this Nekko is, this yoga is the foundation of life, basically. This is the foundation of life, but whatever we see outside, this stress-free society or wellness, this Kenko balanced diet or whatever, this all are the fruits which we see, but yoga is the actually the foundation of life to omotte masu. Okay, so that is the conclusion of today's panel discussion. Arigatou gozaimasu. Hai, tsugi, next slide. So that will be all. And yes, next slide. Yes, so please book your schedule. Tsugi no interactive session wa Panch Mahabhut. Go, Dai, Genso. Five elements. Agni, Prithvi, Jal, Akash, Vayu. So these five elements, about these five elements, we'll have interactive session. And kore kara kono five elements kara tridosh to then trigun, and then how these all are connected together. No, maitsuki no chotusu yatte kimasu. Zehi, zemu no evento sankashita hoga osusumere, because it's going to be very good, knowledgeable content for everyone. Hai. Arigatou gozaimasu. Thank you very much. Hai, tsugi, next. So, yes. Kuchikomi onegai shimasu. When you write Patanjali Japan in Google, so it will give you this. So, kuchikomi, chotto kuchikomi kaite kudasai. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai, tsugi, next. Yes. So, this is for next month. So, see you tomorrow. Arigatou gozaimasu. Kore de owarashitai to omotte masu. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. See you tomorrow. Tomorrow is Shukujitsu desu, national holiday, but tomorrow we will do morning yoga session. Pranayama speaking. Thank you. Arigatou gozaimasu. Mayako Wada-san. Wada Ito-san. Yes. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Thank you. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you, Balaji. Thank you for your time. Arigatou gozaimasu. Thank you, Sara-sensei. Arigatou gozaimasu. Thank you so much. It was helpful session for me. Arigatou gozaimasu. Nanami-san, arigatou gozaimasu. Thank you very much. Dhanashree-sensei, arigatou gozaimasu. Thank you very much. Thank you. Sara-sensei. Hai. Bye-bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Nagaku no. Naman-sensei, bye-bye. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you. We can close now. Arigatou gozaimasu. Thank you.